はい、こんにちは、ゆうです。今日はですね、こちら DJI Osmo Pocket 3のお話ではなくて、Pocket 3のコンボセットに入っているマイクですね。DJI マイク2の紹介をしたいです。したいですか？していきます。はい。やっとですね、このお話ができます。で、ずっとね、Pocket 3のお話をしてたんですけども、前回の動画で、アンションの動画、出したと思うんですけども、その時に、ちょっと音声が聞きづらいというね、コメント何個かいただきまして、まあ実はね、ポケット3で撮った音声と、僕がアフレコで入れた音声、ちょっと同時に被せて入れてしまって、まあそれなぜしたかというと、ポケット3のね、音声の雰囲気を味わって欲しかったので、実は入れたんですけど、その音声を調整するのを忘れて、そのままアップしてしまいました。なので大変聞きづらかったとは思います。なので、ちょっと別のチャンネルなんですけども、そっちにもね、アフレコなしの動画アップしておりますので、もしね、気になる方はそっちもね、見てみてください。ということで、そんなね、音声のバグがね、ちょくちょく起こる僕なんですけども、そんな僕がね、このまたね、マイクのお話をするということで、まあ、バグるんじゃないかとね、思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、もしね、今日の動画をバグったらちょっと多めに見てください。はい、ということで、今日はね、このコンボセットに入っている DJI マイク、紹介していきます。で、このマイクね、何がすごいかと言いますと、まあ皆さん、もうご存知の方多いと思うんですけども、32bit フロートで収録できます。まあ僕ちょっとあんまり 32bit フロートってマイクのことあんまり詳しくわからないので、ピンとこないんですけども、やっぱり業界関係とかマイクに詳しい人からすると、やっぱすごいことなんですね。で、僕がすごいと思うのは、まあそっちもすごいと思うんですけども、実はね、これ、このマイク単体で使えるんです。このポケット3と、まあ、一緒に使うもんだと普通は思うんですけども、実はこれ単体でもね、使えるんですよ。と言いますのはこれ、このマイク自体に内部収録できます。約ね、7.8GB ぐらいのストレージが入っていて、だいたい11時間ぐらい音声入れることができます。ちょっと明るくなりすぎていますね。はい。内部収録できます、とにかく。ここのね、赤いボタンを押すと、振動とともに赤いランプつきます。これでも収録始まってます。もう今ね、喋ってる声がここに入ってます。はい、今ね、DJI マイク2で話してます。どうでしょうか？はい、こんな感じで、音声ね、これ単体に入れることができます。ということは、どういうことかと言いますと、僕ね、結構、ちっちゃいマイクが欲しいんですよね。あの、ミラーレス一眼で使うとき。ということは、まあこれね、もう 8GB ぐらいメモリあるので、言ったら付けっぱなしでもいいわけですよ。正直言ったらもう取りっぱなし。で、これはね、ここに、ミラーレス一眼のホットシューに挿します。じゃあ、これね、ここに音声入れてくれるんです。撮りながら。で、最終的には、この動画データと、ここに入った音声データですね。まあ、僕はいつもプレミアプロを使ってますので、まあ、プレミアに音声とこの映像、こっちで撮った映像の音声も入れて、あとは、こんな感じで、同期してあげると、選択して、同期を押して、オーディオですね。一気にね、映像と音声が合体してくれます。これめっちゃ便利じゃないですかね。僕結構ね、この外部マイクつけるのがあんまり好きじゃなかったんですよ。ソニーさんのね、まあ、一番ちっちゃいマイクでもこれです。ECM の G1 ですかね。こんな感じ。結構ね、やっぱ高さが出ちゃうんですよ。こういったマイクつけると。まあ、それがあんまり好きじゃなくて、なんかワイヤレスマイクの受信機みたいなやつのマイクって出ないかなってずーっと思ってたんですよ。じゃあそれが、これです。それで、これもう受信機内にここにもう音が入っていますので、カメラから離れて話したときはもうこれ持って離れたらいいだけです。めちゃくちゃ良くないですか、これ。で、まあ連動してないです。こっちレックボタンを押して、レックやめてもこっちは消えないので、まあこっち消す必要はあります。ポケット3の場合は、それね、同期できます。連動してます。録画し始めたら、こっちも勝手に収音し始めるっていうね、ことできるんですけども、まあ、ミラーレス一眼の場合は、やっぱりメーカーとか、そういった、Bluetooth とかに対応してないので、できないんですけども、まあもう押しっぱなしでもいいわけです。言ったらずっと。で、気になって、あ、つけっぱなしにしてたなと思ったら切って、やめたらいいかなと思ってます。で、最後、僕はプレミアプロで音声同期してあげるっていう感じ。良くないですかね、これ。いや、めっちゃ僕はね、いいと思いますね。まあ一番ね、僕の問題だったのは、もう本当にこの6600とかでも風切り音ですね。ボーボー入ってくる音。なので、6600にもこういった感じでホットシューにつけて、こんな感じ。
で喋る。で、カメラの音も入ってくれる。どうでしょうか、これ。めっちゃくちゃ便利な使い方じゃないですか。で、iPhone もそうです。iPhone 僕は本当に風切り音対策全くしてないので、といったらこれ、常に持っときます。ちょっとわかりづらいです。僕はね、今これ、DJI のアクション2についてたマグネット式のネックレス。これがあったらここにパチッてくっつくんですよ。なので、いらないときはもうここに隠しておく。で、使うときだけまあ出すみたいなね、こともできるわけです。iPhone で撮りながら。だったらこれ風の音も入ってこないですね。で、常にもう首につけて出かけるとかね、そんな方法です。これ良くないですかね、めっちゃ。はい。ということで実際ね、撮った映像と音声はこんな感じになります。どうぞ。実はこれね、内蔵のストレージが8ギガぐらいだったかな、内蔵されてます。で、約11時間ぐらい音声録音することができます。まあ、なので今ね6700で撮ってるんですけども、まあその音を、まあ、こういった感じで離れて DJI マイク2の音声に変えてます。入れることができます。まあそういった感じ、ワイヤレスマイクで受信機がいらない感じですね。これすごくないですか、こんな感じ。こちら DJI マイク2いかがだったでしょうか。まあ、ポケット3だけでね使うのありなんですけども、まあ、ちょっとねめんどくささはあるんですけども、編集の時に同期するという、まあでもこういったね別のカメラで、まあ、IC レコーダーみたいな感じですかね、言ったらこれが、まあ使えるっていう感じですね。で、このクリップがちょうどこのホットシューに挟まるので、つけて、まあ、ほとんどね、目立たないですし、ということです。今日はこれのことがちょっと伝えたかったので、動画撮ってみました。はい、ということで本日はこの DJI マイク2、すごい便利ですよということをお伝えしました。なんかね、他に使い方とか思いついた方いらっしゃいましたらまた教えてください。本日の動画はこれで以上になります。それでは。